大東亜会議に出席した各国首脳。前列左端がビルマ軍の軍装士のバーモー。続いて、長警警、王朝名、東条秀樹、ナラウティップポンプラパン、ホセラウレル、スバスチャンドラボースビルマ国民軍あるいはビルマ国軍は第二次世界大戦中に日本の指導下でビルマ国の国軍として編成された軍事組織である。ビルマの戦いにおいて 日本軍に協力することが期待されたが、数軸国が劣勢になると、ビルマ国政府に対して反乱を起こし、日本軍とも戦闘した。戦後のミャンマー軍の前身とみなされている。本校では、前身であるビルマ独立義勇軍及びビルマ防衛軍、反乱後に連合国指導下で活動した後ろ身のビルマ愛国軍についても述べる。第二次世界大戦前。 イギリスの植民地であったビルマでは、軍事部門への現地人関与は、カレン族など少数民族だけに認める統治政策が取られていた。そうした中で、多近島急進派は、武装独立運動を目指して活動していた。日本陸軍は、日本がイギリスと戦争状態となった場合のビルマ、進行作戦を想定しており、この多近島などを支援することで、 日本軍に協力的な現地人組織の育成を図ろうとした。他近党側でも外国からの支援を積極的に受け入れる方針であったため、日本陸軍の支援を受けることにした。日本陸軍は1940年から翌年7月にかけてアウンサンら30人の他近党員を密かに亡命させた。また、ビルマ独立支援の暴略を担当する特務機関として、 南機関を創設した。アウンサンラは、南機関の支援を受けて、日本軍占領下の海南島で軍事訓練を開始した。南機関としては、訓練を施したゲリラ要員をビルマに帰国させて、ビルマ航路の遮断工作をさせる計画であった。1941年12月8日に、太平洋戦争が勃発して、日本とイギリスが戦争状態に陥ると、アウンサンラは、 南機関と共に大量バンコクに拠点を移し、ビルマ独立義勇軍の編成に着手した。12月28日に宣誓式が行われ、滞在住のビルマ人、約200人を主力とするビルマ独立義勇軍が結成された。南機関員や現地商社員の義勇兵など、日本人74人も参加した。独自の階級制を敷き、軍司令官には、 南機関長の鈴木刑事大佐がビルマ名で防網上大将を名乗って就任。アウンソンらは参謀などとされた。日本から支給された消火器で武装し、専用の軍服なども支給された。ビルマ独立義遊軍は1942年1月3日からビルマ侵攻作戦に参加した。任務の重点は戦闘よりも民衆工作に置かれた。ビルマ独立義遊軍は 占領地各地で志願兵を募って軍事訓練を施しつつ前進した。一部では敗走中のイギリス軍と交戦した。3月25日にはシュトラング運で4500人による官兵式を行った。4月には日本人将兵が指揮系統から外れ軍事顧問としての立場に退いた。ビルマ攻略戦終結時にはビルマ独立義勇軍の総兵力は 約2万7千人に激増していた。1942年6月には、クリーク地帯での作戦用に、兵力30人の小規模な海軍が、ビルマ独立義勇軍のもとに設置された。元イギリス海軍兵が主体だった。現在のミャンマー海軍の起源とされる。日本は、ビルマに軍勢を敷いて、直ちに独立は認めなかった。ただし、バームウを主犯とする。 自治政府の整備を進めた。それと同時に、日本軍は、ビルマ独立義勇軍の縮小再編を進める、方針を決めた。これは、肥大化したビルマ独立義勇軍を規律の取れた、国軍として整備する意図と、アウンさんらが、ビルマ人の支持を集めて、日本の占領統治の妨げとなることへの危惧から、決まった方針だった。 1942年7月、ビルマ独立義勇軍は解散となり、三古大隊から、なる、ビルマ防衛軍が創設された。ビルマ防衛軍は、自治政府の下ではなく、日本軍の補助部隊としての地位にあり、第15軍兵備局に隷属した。アウンさんらに同情的だった南機関は、解散させられた。将来的には1万人程度の規模まで拡大する、ことを予定し、 日本軍指導下での幹部養成のため、ビルマ幹部候補生隊も設置された。幹部候補生隊の卒業生の一部は、日本の陸軍士官学校へと留学している。1943年11月、大東亜会議に出席したバーモー。ビルマ国民軍の軍服を着用している。1943年8月、日本の指導下でビルマ国が独立すると、ビルマ防衛軍は、 その国軍であるビルマ国民軍に移行した。軍事担当の艦長として国防省が置かれアウンさんが国防省に就任。公認の軍司令官にはネビン大佐がつくなど国防省や軍の養殖は独立義勇軍初期からの面々が占めた。しかしビルマの独立が名目的であったことに不満を持つ軍幹部が多く、密かに抗日組織が 軍内部に構成されていった。ビルマ防衛軍時代の1942年末には、すでに反日的傾向が現れていたが、その後、独立してビルマ国民軍となってから、反日傾向は、顕著となった。インパール作戦の失敗で、ビルマ戦線での日本軍の劣勢が明らかになった1944年8月には、アウンソンらも加わった、抗日組織。 反ファシスト人民自由連盟がビルマ共産党などと協力して結成された。カレン族などの少数民族もこれに加わり、連合国側との連絡も密かに始まった。イギリス軍は特務機関136部隊を通じて工作を行った。ビルマ国民軍はインド国民軍のように自ら進んで戦列に加わることはなかった。日本政府からの戦闘へ 1945年1月に軍事顧問部長に桜井徳太郎少将が着任すると、イラワジ海戦の戦況が悪化する中、ビルマ国民軍の前線投入がついに発案された。検討の結果、3個、大体3000人の派遣軍を遊撃戦や広報支援用として出動させることになり、3月17日にラングーンで出陣式を行った。このほか 桜井少将は大規模な民兵の整備などを構想していた。出陣式を終えたビルマ国民軍であったが、すでに抗日軍事放棄を決意していた。これ以前にメイクテーラ中トンの3月27日、アウンさんは全軍へバーモー政権に対する反乱を命じ、ビルマ国民軍は日本軍への全面攻撃を開始した。なお、アウンさんは指導を受けた。 日本人軍事顧問の殺傷は避けるよう指示していたが、徹底されなかった。1945年5月、交渉の末に連合国軍の指揮下に入った旧ビルマ国民軍はビルマ愛国軍と解消した。6月15日にラングーンで行われた戦勝パレードにも参加した。8月の日本軍との停戦成立後、ビルマ愛国軍はもともと連合国側だった。 カレン族部隊などと統合された。旧ビルマ国民軍兵士からはここ大隊が編成された。再編後の軍に残れなかった旧ビルマ国民軍将兵の多くはアウンさんの指導下で民兵である人民義勇軍として温存された。1948年のビルマ独立、ミャンマー連邦成立後、内戦を経て、ネウィン中将ら旧ビルマ国民軍将校が政権を掌握する。 そのため、ビルマ国民軍の流れは、軍事政権下のミャンマー軍に受け継がれている。総兵力は2800人。指揮系統上日本の第15軍兵備局に連続する。総兵力は約1万から1万5000人。国防省の職員として約430人。 ビルマ国民軍の主要装備は日本軍がイギリス軍から旅客して供与した消火器や対空砲だった。対空砲ではイギリス製の QF3.7 インチ高射砲の使用が確認できる。日本製兵器では38式不標銃やカタ軍が現地で生産した軍刀があった。なお、ビルマ独立義勇軍結成前の最初期の訓練には 日本軍の関与が発覚しないよう日中戦争で露覚した外国製兵器が使用されていた。正規の軍曹は日本軍に準じたもので日本陸軍の防具御もなどに酷似していた。日本軍との識別のため略防には白線が巻かれていた。ビルマ独立義勇軍として日本軍、インド国民軍と共にイギリス軍と交戦した。ビルマ国民軍の反乱後は 日本軍と交戦した。日本軍のビルマ進行作戦では、川島武新隊率いる独立義勇軍部隊が、1942年3月6日に、ゲリラ攻撃で大きな戦果を上げたと称している。この日、ペグー南方のマンダレー街道で待ち伏せしていた、川島兵団200人は、通りかかったイギリス軍のユニバーサルキャリア3両を、銃撃した。この戦闘で、 川島兵団はイギリス軍のウィンカム順将と中佐3名を戦死させ、このことはイギリス側の戦死でも確認できると言われる。また、同じく1942年3月末に起きたシュエダウン南方 13km の戦闘では、平山中尉を長とする平山死体が日本軍と共同で比較的に大規模な作戦を行った。平山死体はビクトリアポイントから、 終停軌道により、3月5日にラングーン近くに到着、さらに、イラワジ川を遡上して上陸していた。平山市隊は、日本軍第33師団不評、第215連隊、第2大隊と連絡すると、シュエダウンで、プローム街道を遮断した。分断されたイギリス軍は、3月29日、3個、不評大隊や、第7軽気兵連隊の戦車30両で反撃を、 開始し、激戦となった。戦車に慣れていないビルマ独立義勇軍兵士は、混乱を起こしつつ戦い、平山市隊長以下半数以上の隊員を失った。他方のイギリス軍は街道を突破したものの、死傷350人、戦車重量喪失などの大きな損害を受けた。バーモーは、このシュエダウンの戦闘が、 ビルマ独立義勇軍の兵士に軍人としての自覚と充足感を与えたと評価している。ありがとうございます。